はい、サイコブレイクチャプター3です。こっからちょっともう難しいんで、一回もうやった後ですね。これはかなりもう死にまくったんで、これは一回通してやった方がいいと思ってやっています。今はい、チャプター3、クローズオブザホール。クローってのが鍵爪で、ホードってのが大群って意味ですね。まあ大群がこの後出てきます。カラスを意味するクローは、CLOW、 今のは CLAW だったんで、まあちょっと日本人には紛らわしい言葉ですね。あれなんかなかったかな。あれ俺さっき取ったっけ、ポイント取ったかな。確かここにあったんだけど取ったっけ。もう喋るのに夢中で忘れてた。でこれ、この妙な音がするんですけど、意味が分かんない。ただの演出なのか。これはあのまとめて燃やせるっていう意味の、多分やってみろってことです。一匹だけじゃなくてまとめて重なってる状態の燃やせるって意味で、まあチュートリアル的なもんだと思います。で、ここを入ると戻れないと。Shit。 でここでです。まあ最初敵は出てこないんで、アイテムを回収しつつ、でここでこの右の方になんかトゲみたいなのが、これこのまままっすぐ歩いていくと罠が発動して死亡っていう、まあ見事に死にましたけど。あ、これじゃない。ここはなんかなかったっけ。あ、これがなんか新しい爆弾で、これがちょっともうやめてほしいんだけど、青いところで止めろってやつですね。爆弾の解体。これ、ほんと、今のもちょっとやばかったもんな。これ、なんか、ゴキブリみたいなのが。これがもう今から頻繁に出てくるんで。で、2階に行ってみるか。この2階この状態であれば発動しないみたいですね。今の声が聞こえてますけど、まああれがイベントなんですけど、まあちょっと後回しにして、これはだから走り抜けるともう作動しちゃうと。で、敵がちゃんとこの近くを歩けば多分発動するんですけど、まだちょっとうまくいかないことも多いですね。でその前に、他何もなかったっけな。外は何にもなかったよな。このぶら下がってる死体、これですね。今火つけておいておくのは、ちょっと後でイベントが進んでいくと生き返っちゃうんですよ。だから今のうちにぶっ殺しといても、やばい
殺しとかないとまずいっていう。ちょっと聞いてねえよそんなの。やばいな、あれ倒さなきゃまずいんだろうけど、ちょっとな、このちょっと今斧は使いたくない。斧は強烈なんだけどもったいない、あいつには使いたくないんだよな。これでうまくいかないかな。これでもこうやって隠れててもバレちゃう時があるんで、今あそこに見えてるドアが、あのイベントが進むドアなんですけど、はい、なんとか警官みたいですね、これ婦人警官か、これは燃やしといた方がいいか、燃やしとこう。もうでここにこの下は多分生き返らないと思うんで、何もなしで、ここにまた解除しないと。あぶねえ、これほんとちょっとやめてほしい。おお、手榴弾。こういうアイテムって多分あのランダムなんですよね、結構。ちょっと待って、上に。多分固定で出るのもあると思うけど、基本的になんかランダムっぽいような。ここが罠であって、でですね、ここ何もなしで、ちょっとさっきのところ戻って、いやでも敵が出るなんて予定外だったんだよな。ここいたんだ、さっきやった時は出なかったんだけど。とりあえずここですね。まあ、さっきの部屋で、この、ここがセーブ部屋なんで。まあなんかこういうシステムみたいですね、これ。で、また手記があって。マイラ・ハンソン。マイラってチャプター1にいた人かな、もうな覚えてないんだよな。あとは何にもなし、ゴキブリがいっぱい、地図で、ちょっと一回セーブしに戻るんで、でここでちょっとしたイベントみたいながあるんで、ちょっとそれを、ですね。You should find this useful. ついてきてって言うんですけど、This way, please. まあその前にここにまだなんか資料が、相次ぐ連続殺人で、これもまた違う人が、これはチャプター2の最初で読んでた人かな、コネリータで、なんかちょっとこう何やるんだろうと思ったら、ちょっとしたこう隠し要素じゃないけどあるんで。You don't talk much. ここら辺は何もなしかな。これでずっと歩いていくと、この左下に鍵のマークが
Detective Castellanos, do you have a key like this? That key will allow you to open this door. はあ、この金庫が開くと。これどこでもいいのかな。ちょっと違うとこやってみるか。さっきは左の端やったけど。Please come back whenever you need to. ああ、違うんだ。これはまだこのアガニクロスボウってやつですけど。ああ、違うもん取っていけるんだ。っていうこういう要素がこれ全部そうなんだ。左端はあの、まあ、多分ハンドガンの弾だったかな。手に入ったんで、なんかこういう新しい、ここがこのマップ、2つの力になるだろう。なんだろうな、強力なもんでも手に入るのか。まあこれがあるってことですね。出口はこっちか。で、ちょっと改造しとくかな。アップグレード。あ、ここにもこのなんかあって言ってたんだけどな。拾えないのかも。あ、拾えた。1。そっか。チャプター2で3つ拾ったのが2つか。ここに1があった。で、なんか、クリアしたフレンドに聞いたら、最初はマッチを増やした方がいいってことなんで、これか。マッチに、やっぱ走れるようにした方がいいよな。もう一回いける。あ、まだいけるな。あとは。まあいいか、これで。残しといて。とりあえずこれで一回ちょっとセーブして。